私は名探偵毛利小五郎。毛利探偵事務所に届けられた一通の手紙。依頼を受けた私は蘭と共に特急列車に乗り込む。だが車内で殺人事件が。ネクストコナ、いやネクスト小五郎、最高のパートナー。私名探偵毛利小五郎が名推理で真実を解き明かす。お父さん大丈夫？私に解けない謎はない。信じられない。撮影の当日に酔いつぶれてるなんて。興奮しちまってなかなか寝つけなかったんだよ。おい、毛利さんはまだ来ないのか？あ、来ましたよ、毛利さんです。とにかくいいとこ見せてよ。こんなチャンスめったにないんだから。何やってたんですか。もう間に合わないかと思いましたよ。さあさあ早く乗ってください。すぐに発車ですから。はいはい。すみません、早く早く。よしと、これで全員だな。俺たちも早く乗ろう。あのキロさんがまだ。え、そういえば見てないな。来てないのか。ええ、どこにも。やれやれ、仕方ないか。